こんばんは、セントトレン高藤です。こんばんは、佐渡川です。はい、どうもこんばんは、天の声石橋です。本日のテーマは何でしょう。男性目線から見る靴、女性目線から見る靴とまた全然違ってくると思うんですけど、はい、女性のおすすめの靴であったり男性のおすすめの靴であったりをちょっとやっていこうかなと思います。なるほど、男性目線の靴、女性目線のおすすめ靴、はい、おー、いいですね、はい、いかんせんうちは靴ショップもやってるんでね。そうですね、はいはい、もっともっと知ってもらわなくちゃいけないというところで、はい、まあ、やっていきましょうか。はい、はい、もともとハインリッヒ・ディンケラッカーというとてもとてもかっこいい靴があったんですよ。ありましたね、はい、その靴が我々オンリーショップを作ったんですよね。クドイオですけど、はい、こっからまた行こうぜっていうところでハンガリー・ブタペストからスペインに勝手に移り張って、はい、ハンドメイドハインリッヒのまた売りだったんですけれども、マシンメイドになっちゃったんですよ、うん、メイドインブタペストからメイドインスペインに移るまではいいんですけど、はい、ハンドじゃなくなって、うん、ちょっとあの武骨さもなくなって、そうでしたね、サンプルが届いた時にこれハインリッヒ・ディンケラッカーの名前を掲げた割には若干チープな感じになっちゃってるんじゃねえかっていうところで、うん、どうしようかと。ここでハインリッヒを塗ってた、まあ、マイスターと言われる称号を持った人がハインリッヒを塗れるんですけれども、友人なので連絡して、ハインリッヒこういう風になってるねんけど知ってるって言ったら、いやもちろん知ってるよ、俺らは抜けたから、うん、何してんの今って言うと、我々はそのラズロという、まあ、ブタペストでもそのハインリッヒ以上に歴史のあるところで今靴を塗ってます。マジでラズロって何、コンタクトを取ってラズロのまあ社長とズームミーティングをしたんです、はいはいはい、もう一度あなたたちハインリッヒ塗ってたチームとラズロが組んでるんでしたら、もう一度何か復活できないか、コピーじゃなくてその血を継承してまた違うモデルを作っていけばどうなんだいっていうところで出来上がったのが、はい、ラズロブタペスト。そうですね、はい、理由のと言っていただきましょうか。僕と石橋くんは特にこの靴に思い入れがある。そうですね、ほんまに山あり谷あり、谷ばっかりやった気もしますけど一時期、はい、大変でしたね。谷ありシューズですね、はいはい、この特徴はここですね、ノルウィージャン、まあ、日本語で言うと弁髪縫いという、はいはい、まあ、ここは僕が語るより直樹石橋にちょっと語ってもらいましょうか。お、パスですか、はいはい、ハインリッヒ・ディンケラッカーを代表する作り方の、はい、弁髪縫い、はい、まあ、彼らの、ね、言い方ではね、ダブルステッチブレイドっていう風に言ってるんですけど、未だにマジでこんなことやってるのっていうね、あの手で一本一本糸を通して縫っていくっていう凄まじく労力のかかるやり方をしてるんですけど、うん、まあ、これがやっぱりディンケラッカーの良さで、それができなくなったっていうのがね、ディンケラッカー辛いとこやったわけですよ ね、 ですね。それをやっぱりできる職人がこのラズロに行ってくれて今でもやっている、本当にここの、ハンガリー靴を代表する作り方で、やっぱオーラが違いますよね。違います。もちろんこれって履き心地も直結する部分ではあるんで、まあ、機能にもちゃんとあの理由があって、まあ、そんなんはまたどっかでね、あのおいおい説明できたらいいと思いますけれども、はい、まあ、非常にこう意味のある作りになってるんで、これができるのは今ラズロだけと、はいはい、でそれが日本で入ってきてるのは我々だけという、まさにハンガリーの100年以上の靴作りを受け継ぐ名家ということでございます。この靴をもっともっとその日本でも有名にしたいという、まあ、共に登っていこうぜっていうのが我々のスローガンだったので、うん、いろいろなところでこういうラズロが今見れるようになってきてます。この弁髪縫いノルウィージャン製法のものと、これがトリプルソールという、はい、そこがね、はい、3層になってて、こう3層なんです、ちょっとこうゴツッとした、はい、こうマッシブ感がかっこいいね、はい、はい、これがハインリッヒ・ディンケラッカーのトリプルソールですね、はいはい、比べるものでもないんでしょうけど、ちょっと武骨さに若干シャープさを入れたというところと、そうですね、あとここのインソールがハーフだったのがオールになって、はい、だから痒いところに手が届く靴にアップデートもしていった、はい、というところなんですよね。これがトリプルソールのいいところって、最初は帰りというか履いてる時って帰ってこないんでちょっとストレスなんです、はい、それがぐーんと馴染んでいくと沈み込んでいくので、本当にまるでスニーカーを履いてるような、ね、そうですね、はい、ヨーロッパの石畳とかでも苦もなくこう履ける靴なので、こういう武骨で繊細な靴っていうのは男のロマンのような気がします、はい、この見た目ってこう加藤さんどう料理するのかっこいいですか。まあ、この見た目っていうのは若干カジュアルというかラギットなものであったり、ね、ミリタリーなものであったりとかに振っていくのがいいんですけど、僕の場合って平気でスーツで合わせてたりしてたんですよね。そうですね、うん、ピッティとか行ってもなんだその靴はって、まだそのヨーロッパの方もドイツ行けばもう
もちろん皆さん知ってるんです、ハイニッヒであったりとか、はい、でもイタリアの方とかフランスの方はなんでいざその靴は、いやこういうのがあって、うちこういうの、あ面白いねみたいなところで、うん、A から始まる素晴らしい靴があるんですけど、それに飽きられた方とかこっちに来られる方が多いですよね、うん、はい、それがもうちょっと男性のおすすめする靴でした。はい、はい、では次、女性のおすすめする靴ということで、はい、佐渡川さんのおすすめする靴をご紹介していただきましょうか、はい、女性が男性におすすめする靴ですよね、うん、っていう要はね今回言ってるのはね、そうですね、はいはい、ジャック・ソルビエールという、うん、パリ、フランスはパリのブランドでございます、はい、ね、はい、これピッティ会場で出会った、ね、これもね、もともと僕の友人、あご友人、はい、フランス人の友人が2人いて、ニューヨークのファッション誌の、はい、仲間なんですけど、そこの友達がやってる靴なんですね、うん、はいはい、もともとルブタンにいた、ね、ルブタンさんのデザイナーさんが作られてる、はい、デザインされてる靴なんですけど、まあ、アシスタントでしょうね、アシスタントです、はい、でしょうね、アシスタントデザイナーやったと思います、はい、どことなく女性が作り上げるような、そうですね、フェミニンさもちょっとあって、はい、うん、まあ、さっきの全然もう真逆と言ってはいいんでもないでしょうか、うん、はい、これ牛革なんですけど、うん、この柔らかさとかもすごく柔らかいですよね、はい、ソールもかなりさっきと全然違う、もうラインが細い、ね、はいはい、薄いのが使ってますので、うん、まあこっちはもう男らしいって感じなんですけど、はい、まあ、この足元を変えるだけでなんか抜け感、なるほど、お、はい、出てきた、いいですね、抜け感、いいです、はいはい、いい感じの抜け感、抜け感、はい、バランスよく勝手に出してくれるので、うん、女性はこういうの多分好きじゃないかなと思います。女性の感覚っていつも思うんですけど、はい、こう男性っぽすぎるものを男性が着てるより、はい、ちょっと女性っぽいものを男性が着てるのいいってやりますよね。それをミックスさせるのがすごいなんかおしゃれと言いますか、ね、そういう意味ではこれやっぱりちょっと独特な不思議な形してて、柔らかい楽ちん系革靴って結構カッコつけたやつ多いじゃないですか、ね、これなんかいい意味どんくさいというかね、うん、抜け感があってなんかカッコつけすぎない、合わせた時にいい、まあ、エッセンスというか、ちょっとなんかスニーカーとか飽きた方とかにも、ね、これを脱ぐだけでもあの今まで着てたスタイリングがガラッと雰囲気変わるので、うんうん、まあ、そういう方にもすごくいいんじゃないかなと、いいですね、思います。とそのある方はもう一個、うん、はい、これが、まあ、あのこの夏のおすすめというか新作になっております、うん、この手がラフィリアの素材を使ったヤシ、うん、はいはいはい、なのでより清涼感があって、まあ、中はレザーなのでちょっと蒸れるので、うん、あの靴下とかは必要なんですけど、うん、まあ、見た目の清涼感になってくるとすごく、うん、まあ、ショートパンツ夏場は、ね、でも合いますし、うん、本当にこれ履くだけ爽やかと言いますか、うん、形もちょっとシャープかかってますので、ですね、まあ、エレガントに見せてくれると言いますか、うん、まあ、やらしく映らない、嫌味感がなくていいですね、でめちゃくちゃ軽いんですよ、こう見えて、うんうんうん、ちょっと結構しっかりしてるんですけどめちゃくちゃ軽くて、まあ、これ足入れした方はめちゃくちゃ評判いいと、ほんまに売れてますね、はい、いや売れてますね、もうサイズをかけてきてますので、はい、お早めに、はい、お願いしますこの類の靴ってちょっと素足っぽく履かれる方が多かったじゃないですか、靴下で楽しもうよというちょっとチラ見せの靴下とこれの合わせたミックス感っていうのはまた新しいのじゃないかなと、うん、実際我々チェントのメンバーってこういう系のショップにしては珍しく、あんまり素足で履かないですよね。そうですね、うん、あの靴下が大事、重きを置いてる多分会社と思う。いやね、はい、靴下がそもそも種類ありますから、うち、ね、大事だと思います。チラ見せの美学、うん、ということで本日は、はい、男性目線で見たいい靴、女性目線から男性におすすめないい靴ということで、はい、地にある靴でお話をさせていただきましたけれど、はい、靴もまだまだいろいろ今後ねやっていきましょう、まあ、はい、あの概要欄にこちらのお値段も貼り付けておきますし、はい、あとオンラインでも売れてますんで、はい、はい、載せておりますんで、はい、ぜひともご覧ください、お願いします、はい、ありがとうございました、はい、お願いします、はい、ありがとうございます。